はい、じゃあ幸福のカードの皆さん、いただいたブロシュアは4部でしたけども、今全部読み終わりました。まあ広告が結構多かったっていうのと、とにかくねページ開いたら地獄地獄地獄っていうことで、なんかこう読んでてあんまり面白くないんですよね。地獄ってほら楽しくないじゃないですか。でも逆に天国はどんなとこですよと、天国に行きましょうねみたいな、そういった記事だったらちょっと励みになるんですけどもね。あんまりこう怖いことで読む気を失わせるっていうんですかね、なんかその地獄で頭がいっぱいになっちゃうじゃないですか。それよりもお花畑で頭いっぱいにした方がいいと思うんですけどもね。なんか地獄、もう地獄の方とか言ってね、地獄だぞとかね、中にはなんかこう地獄と化した過程とか書いてましたよ。うん、地獄、地獄だらけですよもうこれ。まあ、まさに地獄ですよ。地獄の本をいっぱい届けていただきました。あなたの暮らしは地獄でしょうか。それでは。